はい、おはようございます。今日は水曜日かな。今日はバイトということで、ポン社長はね、社長であってバイトするからね、まあね、まだまだね、やらな、ね、この子たちを幸せにできんからね。まあ今年ね、あのバイトもね、終わるんやけどね、まだちゃうことでね、この子たちのためにね、いろいろ考えていかんなダメやからね。なんでや言うたらね、昨日もね、テレビでやってたようにね、地球温暖化に向けて、誰やったかな、グレタ・トゥーンベリーさんがね、地球温暖化でね、訴えてますよね。まあ、確かに、もう危機感、かなり持ってはる国、ね、よその国は多いと思うけど、日本だけはまだそんなに危機感持ってはれん人多い中で、まあ、ポンさんもかもわからんけどね、まあ、電気代をね、上げるような方向でね、検討してるようなね、感じですね。まあ、それを剥げられたら困るのは、やっぱりね、あれですよ、ここたちのね、暖房の料金、ね。まあ、今でも結構はいってるんやけどね、暖房料金。まあ、温暖化対策を言うだけに、やっぱりそんなちょっとやそっとの値段じゃないと思いますわ。かなりの値段がね、上がるんかなと思ったりもね。だからね、娘とこと息子とか最近、蓄電池、何やったかな、そういうね、電気を貯めて売るやつかな、それを最近つきよってね。まあ、災害のことも兼ねて、つきあったみたいねんけどね。まあまあ、もうね、結構ね、子供は頑張ってるという。どないしたんや。まあ、ポン社長とかね、あんな洗面台のね、鏡の蓋がね、5年前に割れてそのまんまという。ね、それすら変えてないのに、娘とか息子はね、もうそんなんに金かけてええんかいというような感じで、かけとんやけどね、はよ、ローン返せよ、みたいなこと言うて、やってるわけやねんけど、まあ、電気代上がるんやったらね、そういうのつけてもいいんかなと思ったりね。まあ、だけど結構高いからね、あれも。まあ、ほんまにね、地球温暖化進む、ね、すべて人間が、してきたことであって、ね、これは止められんと思いますよ、いくら言うたかて。先進国がね、そういうのと、何でした、その取り組んだとしても、やっぱりその国々でね、生き残るために企業はね、やっぱりその物を安い国にね、やっぱり作らせてね、なんとか生き延びようとするね。それがまたその国が発展していく、今までないね、贅沢な暮らしをしていくわけやから、そのだから言うて、今までの先進国がね、その車とか全てにおいて、ほんまの昔みたいに、ポンさんが小さい頃なんか、うちの親父なんかでも、昭和ね、40何年時なんか、車すら持ってるとこも少なかったんちゃうかな、テレビも少なかったり、一軒に1台、3台とかいう時代、今ではなってるけど、ね、昔はテレビすら、近所がこうて見に行ってるっていう時代やったからね、そんな時代からもう今40年過ぎて、ね、一家に4、5台あるとこもあるんちゃうかな、テレビは。まあ、電気ね、全て電気でその生活してるようなもんが多くなってきたからね、お湯沸かす言うたかてね、昔やったら薪とかで沸かしてたけど、今じゃね、風呂でも五右衛門風呂とかあったもんね、うちの鹿児島の田舎なんかあったら。まあ、うちのおかんが鹿児島やからね、うちのお父は地元やねんけど、今鹿児島なんかでも五右衛門風呂やったからね、昔ポンさんがその遊びに行ったっていうかね、行ったらね、そんな時代から全てかなり便利になってきた中でね、やっぱり中国もね、発展してね、今までにない暮らしをしてると思います。そんな中でその温暖化を止めようと思ったって無理や思いますわ。やっぱりアメリカでも今ものすごい経済的にマイナスだいうことを言うて聞いたからね。そんな中でやっぱりその生き延びるためには、やっぱりその日本でもそうやけど、
ね、今まで中国に出してたものづくりをベトナムとかに出したりいろんな国に出していくわけやから、ね、やっぱり中国も賃金上がってきたりしたら、ね、日本もましてやその物を安く作るのによその国で人件費がねやっぱりあのタコつくからね、国内ではまだけど中国も発展していって自分のところに技術がついてね、その中であの韓国でもそうやしテレビなんかでも技術ついて日本のテレビが売れないだけどなんとかその企業は生き延びようとするね、悪循環ですよね、ほんまに考えたら。だからこれは止められへんと思いますよ、ほんまに、うん、人間が全てね、その地球をね、その食いむしってるというね、だから言うてあの生活すぐにね、そのポンさんでもそうやけどね、ガソリン上がったから言うてもなかなかね、そっとやそっとのガソリン上がったぐらいだったらまだね、どっか節約して車なんかでもやっぱり乗りますからね、けど急に上げられたらやっぱり乗られへん、まあそういう時代に入っていくんじゃないかなと思いますわ、ほんまに、うん、車が乗れない時代とかね、そのテレビが高鳴ったりっていうような時代とか、うん、だけどその中でいろんな企業を勤めてある人ね、今それで日本でもね、みんながご飯食べれるようななってるんやけどね、これがまた倒産とかなっていったらね、暴動を期待するんじゃないかなと思ったりね、ほんまにいろいろな、まあ、こと考えんやけどね、だけどこれはと止められんと、だからまあ止められんから言うて何もせんよりはね、うん、先進国は結局そういうことに取り組んでやりはんやけど、やっぱり一番その悪いのはやっぱり企業ですよね、自分とこの企業、アメリカでもそうやったし、自分とこのね車が売れないようになって、まあ技術面でも劣ってるのもあるんかもわからんけどね、アメリカの車やとガソリン食うしね、うん、今はどうか知らんけど、うん、昔はそうやからね、大きいだけでガソリン食うし、何でもビッグサイズやからね、アメリカは。けどかなりね、企業できてもかなりね、そういう話も聞くしね、良くないという、日本でもそうやからね、よその国に出して出し、かなりのね、その技術者、日本の、ね、技術持った会社も潰れていかなあかんようになってきてるからね、海外に仕事を出して全て企業が招いたことやからね、これは、まあ、それでその生き延びるためにね、安い国で作らせて、その頃らの、ね、国が潤ってくる、ね、潤ういうことは消費も多くなるということやからね、全てにおいて、うん、それを止めようと思うのは無理や思いますわ、だから、うん、考えても分かることやからね、こんなもん。だから言うて生活レベルを日本でも落とせるかやったら落とされんからね、なんとか維持しよう思って国でも経済をね、よくしようという取り組みになってるわけやから、よくしよういうことはまた消費が増えるいうことやからね、消費を増やすためにやってる、ほんなんだらそのあれと反比例していくからね、うん、温暖化に、うん、消費が良くなるいうことはそういうものが売れて、ものが売れるいうことはもうそういうね、いろんな資源をね、排出せながら大事だとかも、うん、だから、うん、これはもう止められんじゃないかな。やっぱりね、一番思うのはやっぱりね、その何でした、そのまあ日本は人間は地球においての害やからね、害虫やから ね、やっぱりその中でね、枠に外れた人間をやっぱり処罰するべきは思いますよ、今後今だその日本でもそうやけどね、人何人か殺しても死刑ならんような感じになってるけど、ほんまにそういうね、もうこれからまた無駄なことするしね、その人らも生きていくのにやっぱりいろんな消費しある中で、もうだから悪いことせんように、そういう人たちをね、やっぱりもう死刑団にするべきやもん、まあ、こんなん言うてあれやけど、もうまたいろいろ言い張る人おるかもわからんけど、ポンさんそう思ってるからね、何でもそうでしょ、人間はその飢えた猫なんかでも害や言い張る人もおるけど、この人は害を与えてるように見えると、人間がそんな人を勝手に思ってるだけで、
人間に対しての害をね、真似てるように思うけど、この子らも生きるか、権利はあるからね。うん。けど一番ね、害難は人間やいうことをね、やっぱり忘れてはいけませんよ。ほんまに。うん。ね、こういうね、いろんなもんをね、熊なんかでも町に出没していってね、撃ち殺したりしてるけど、ね、どっかの国、どこでこの前、ね、殺されてましたね。あ、どっかの国が日本でね、北海道とかどっかでね。だからほんまに、そういうね、人間が害やいうことを一番に思って、その中で、それ以上の害の人間をやっぱり処分するべき、処分ですね、もう、はっきり言うて。うん、生きるし価値はないと思いますよ。また悪いことする中で。その中で、そういうのを、やっぱり、守っていける人間が、これから生き延びていかんと、地球は良くならんと思いますわ、ほんまに。まあ、いろんなことでね、法で、厳しい、そういう対策、日本も遅れんように、いろんな対策して、その中で、やっぱり、していかんと、もう地球がね、滅びた全ての人間がね、ほんまに、すまれんいうことをもっと、ほんまに、わからなあかんちゃうかな、思いますな、ほんまに。それをわからんから、何が一番っていうことが、ほんまにわからんのかな、思う。ちょっとね、ほんまにバカにしてるような、感じで思うんやけどね。うん。ただ生きてるだけっていう人が多すぎるんちゃうかな、思う。ね、ほんまに。やっぱり物事を考えてね、生きんと。まあ、ポンさんの中で 100% じゃないですよ、ほんまに。だからこそ情報を取って、いろんなことを取って、情報を取るようにせんと、これからはほんまに、そういう人たちは、ね、世界のお荷物になるんじゃないかなと思いますよ。きつい言葉朝から言うけどね。やっぱり少女が訴え出るように、ね、日本では考えられんようなことがね、世界で起きてる国もあるんやからね。それをね、生きるのにやっぱり、訴えてるんやからね、あの子もね。それで、まあ日本は何もないけど、実際は、自然災害も今までないようなね、毎年台風なんかでも来てるし、ね、うん、考えられんね、ことが起きてるんで、やっぱりそこらをね、もっと考えなあかんのかな、思ってね。昨日ちょっとテレビ見てて真剣にね、ちょっと思ったことをね、今言うてんやけど。ね、まあ、だけどね、ほんまに、ね、人殺したりね、お金でもそうですよ。1億を横領したとか、いろんな人いてるんですよ。だけど、人間の、なんか、お金で換算したらで、賠償金で支払うんやけど、ね、なんのなんかな、1億、2億、2億ぐらいになるんかな、わからんけど、それやっぱり2億とか取ったら、もうその人は1人殺したので、一緒の、あれやからね、ほんまに、泥棒するのも。それにランクがないというのも不思議ですわ。100万取っても、1億取ってもね、横領しても一緒やいうのは、ちょっとおかしいんちゃうかな、思ってね。それによってね、額によって決めたら、そういう取るのも、ね、控えようんちゃうかなと思ったり、ね、ポンさんいろいろそんなこと考えたりするんやけどね。ね、こんな感じで、朝からね、しょうもない話になったけど、ちょっとね、やっぱりね、少女がね、子供が話して一生懸命訴えてるのはね、やっぱり少しでもね、ポンさんも、ちょっと前進しなあかんなあいう、そういう考え方にね。だからほんまにね、やっぱり今後野良猫活動をなしてやっていこうと思うんやったらね、やっぱり電気、これは消費せなダメやからね。普段野良猫のことはこの子らの電気は消費せんかもわからんけど、結局他で見えんとこで無駄はかかってるいうことだからね、いろんな無駄は。だからやっぱり減らすね、昨日の餌やりさんもうね、やっぱりこういう子たちを増やさんがようにね、無駄っていうか、無駄な、かわいそうな命をね、ほんま無駄ですよ。こう立ってこそあれやけど、餌やって踏まして、ね、やっぱり周りにも迷惑かけることもあるからね、この子たちも。やっぱり生きていくところがないから、ね。
その中で必死になって生きてることだからね。そういう、子たちをね、買ったるんやったらね、増やしたらいいと思いますよ。買わんのにね、他にね、害をするっていうかね、いろんなことをするからね、やっぱり今なんでこういうのは。その中で嫌な思いをする人もね、いてる中で増やしてはいけないもんやからね。そこらをやっぱり分かってせんと、ね、いろんな、やっぱり、ことがあるからね。まあ何を言うてんか分からんけどね、もう。まあそういう感じでね、朝がちょっと撮ってんけど、やっぱりね、増やすいうことは良くないいうことですよ。やっぱちょっとでもね、減らしていかんとね、そのために、増えていくからね、猫のその、保護する人だったりも増えてるんやけど、やっぱりもう限界になってるからね、その限界を超えた時にはまた野良猫が増えるっていう、ことになるんちゃうかな、増えるんちゃうかな、また殺処分も備えになったらね、もう増えすぎたらなんぼ言うたかってやっぱりしおると思うしね、どこもそういう引き取り手がいてんようになってどないもできへんやったら、やっぱりそこ一番に考えなあかんの、餌やって増やすいうことをせんようなことをやっぱり進めていかんとね、この先はほんまえらいことになるんちゃうかな思います。野良猫の猫に関してもね、地球の温暖化に関しても全てそこらにもつながると思います。はい、そんな感じです。以上です。ありがとうございます。